福井競輪場は、福井県福井市、明里町にある競輪場。施設所有及び主催者は、福井市。競技実施は、ジャカ中日本地区本部近畿支部。福井競輪場は1950年に開設された。記念競輪として、不死町売が開催されており、毎年7月頃に開催されている。1990年、1991年、2000年、2004年、 2008年には、ふるさと、ダービー福井、2013年に共同通信社会、競輪、2020年にウィナーズカップが開催された。2004年から内装を全面リニューアルしており、総合アミューズメント施設となっている。また2005年3月に、福井市が政府に対し行っていた、構造改革特別区域提案、来てみて、福井競輪特区が認定され、 法令上は50円以上の徴収が義務化されている。一般入場料を特定の開催日に無料とすることが可能となり、同年7月16日に初めて実施した。なお、2008年3月に特区の取り組みが全国で展開されたため、認定を取り消されている。マスコットキャラクターはリークルで、これにちなんで2010年からリークル杯を開催している。トータリゼータシステムは、 富士通フロンテックを採用している。なお一般的に福井県は中部地方に属するが、競輪の世界においては近畿に属している。このため、福井競輪場をホームバンクにする選手は近畿ラインを組む400メートルを使用している。日本競輪学校の400メートルバンクをモデルにして作られているため、選手の間では癖の少ない走りやすいバンクと言われている。 ただし、直線が比較的短いため、先行タイプの選手がやや有利とされている。また、ゴール戦手前には、記念競輪の名称にもなっている、不死鳥が描かれている。ありがとうございます。